それだけ。今回はこのそれだけという、ホラーゲームをやっていこうと思います。なんかどんなに長くても、どんなにゆっくりやっても15分以内で、まあ終わるらしいんで、ちょっとこの物語に覗いてみましょう。なんかね、この概要欄っていうかこの文章がなんか面白かったんだよな。ちょっと言えば、まあいいや。熱い。熱いわ、もう。スイカ食べたい。ちょっとさ、お姉ちゃん。僕一人でお使いできるから、一人にしてよ。この文字が揺れてる感じ、めちゃめちゃ熱そうやな。40度ぐらいあるかもしれませんよ、俺。熱すぎか、さすがに。なんでついてくんの？もう僕立派な小学4年生だよ。暑苦しいんだから、ベタベタしないでくんない？まあ、よくある日常の、まあ、買い物風景です。なんだ？もう、相変わらずと思ってるな。じゃわかんないよ。よぼよぼのおばあちゃんかよ。なんか、僕くんは結構自然と話してるけど。もう結構不自然だよな。どういう会話？これ流していいのかな？ちょ、電気暗くするわ。電気暗くしました。これで、ホラー演出来たら叫ぼうと思います。めんどくさいなぁ、もう。暑い。なんでついてくるのさ。要件あるならちゃんと喋れよ。まだ姿表してねえんだよな。どうしよう。どういうシチュエーションなの？とても兄弟の会話とは思えないんだけど。なんか、すごい違和感しかない。おっと？なるほど。まあ、ちょっと置いてくよって感じで、先に行っちゃおうか。もう行くから。あばよ。あばよって姉に言う必要。普通にいたわ。待って。お使い目も忘れてるのに。ああ、なんか普通に姿出てくると安心するわ。待ってー。終わったよ。いや、これは、ちゃんと進んでるってことじゃないの？進んでると思います。じゃあ2周目？推定2周目、行きましょう。いや、でも会話変わってなかったらまあ、あれだよ、別に変更する必要ないというか、あれだよな。じゃあこれで、目も、お使い目も忘れてるよって言ってるんだもんな。姉を押し返す。まあこれしかねえよな。じゃあもう、さっさともうはっきり言ってよ！っていうことで、小学4年生の無邪気な言葉が突き刺さります、こっから。あのさ、言わなかった？なんで勝手に、なんだ？大丈夫だってさ。おい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 。帰って寝ろ！小学4年生ってそんなこと言うんかね、今だけの。キモ。相変わらずその慕ってるやつ嫌な感触だな。慣れてるんだけど。これはあれかい？これはなんだろうな。誰目線なんだ？じゃあ主人公は、この僕くんは完全に、その異形の姿に見慣れているというか、なんだろう。何が正解なんだろう、ちょっとわかんねえわ。最悪だよ。もう行くからな。ん？その鈴の音。おま！全身怪我してんじゃねえかみたいな。それ俺のデュエル・オブ・マヨラーズのデッキ入れじゃねえか。また勝手に俺の私物を取りやがって。この子だけもうテンションが普通すぎて。逆に安心。待ってー。また選択肢。まあ、なんか下に行けば行こうでやばそうだから、ちゃんと分岐は踏んでいこうか。これエンディング5パターンあるらしいけど、多分相当短いよ。1パターン1パターンクソ短いもんな。返せよ。それは食べ物じゃないって言ってんだろ。おー、普
通じゃないね。このたまにある異形やばい姿に慣れちゃってるパターンかね。この声がお姉ちゃんちょっと声変わり返せなんだよそのでかい口。やっとだわ。やっとなんか安心したかも。お、まさか。え、こうなるまでは普通に人間の姿だったってことなんかな。に、く、うわぁ、はぁ、お、来てる。はぁ、来るなよ。おぉ、あぁ、ちょっと安心するわ、逆に。違和感あったもん、ずっと。あぁ、お、本当にちゃんと食われた？本当にちゃんと異変が起きたんかな？あー、なるほど。これは、まあ、下に行けば行こうとって感じだから、ちょっとまだ読めないね。まあ、とりあえず3パターンのエンディング見ると思うんで、カット。じゃあ、脅してみますか。脅したら、わかんないけど、まだ選択肢出んのかな、これ。脅します。デュエル、なんだっけ？デュエル・マヨラーズ返せって。姉に対して脅すって。ああ、もういいもんね。あのこと言っちゃうからね。お姉ちゃんが、小学2年生の頃、給食のぶどうパンが嫌いすぎて、机の中に隠して、1ヶ月くらい経ってカビだらけになった状態で先生に見つかってしこたま怒られたって話しちゃうもんね。圧倒的捏造。え？あの日だよ。お父さんが長い単身赴任に出る前の日の。お父さん出てきたよ。単身赴任。何か食ってたでしょ？赤い何かをさ。あ、お母さんに言いつけてもいいの？うちは夜食はご法度だよ。どこまで見せてんだろうな。まだ姉の姿がわかんねえしな。いくつトマトパスタ溜め込んでんだよ。隣の部屋だけど、いっつも臭い。っていうか、腐ってんじゃねえの？わあ、腐ってるだろうな。っていうか、昨日もなんか食べてなかった？主人公鈍感すぎる説ないこれ。お母さんが出かけていないのをいいことに。なんてやつだ。そ、いいもんね。電話するから。買い物終わったら両方に電話かけてやるから。さて、怯えておりますね。それ、返してくれたら黙っててやるよ。お、鈴のね。返してくれ、マヨラーズ。BGM もなんかだんだんやばいですけどね。もうすんなよ。じゃ、俺も行くから、ついてくんなよ。さすがに、髪の毛伸びすぎちゃった？ヘアアイロンかけすぎちゃった。動かせるこれ。あ、動かせないか。なんか、黙っちゃった。え？これ3パターン？あれ？でもなんか5パターンあるって聞いたんだよな。なんか今、普通に、なんか、息止まったわ、2秒間ぐらい。顔が想像と違うって言おうとしたあれと、驚き半々で今喋れなくなっちゃいましたね。これちょっと作者メモみたいなの見るとなんか書いてるらしいで、ちょっと、これ見て、別エンディング探そうか。キャンセルできるとかあんのかな？あ！キャンセルできた！いいよ、押せるわ、これ。ああ、だったら5パターンあるかも。なんか違うんだよな。姉ちゃん、いつも部屋で何やってん？俺の姉ちゃん像ってどんな女なんだ？わかんなくなってきた。え？あ、急に？正気戻ったって認識でいいのかね、これ。友達出てきた！友達出てきたわ！
おーい、僕やん。はっ。お、お前いつからそこにいたんだ。お前壁に向かって話しかけて何やってまんねえ。あー、そうなる。なんでもねえよ。そうだ、ちょうどいいや。俺んち今誰もいないから、デュエルオブマヨラーズやな。これ小学生の完全な入りらしいですね。マジかよ。じゃあ俺家にデッキ取り行ってくるわ。早くしないとうちの姉ちゃん帰ってくるけん。だから急げよな。友達。え、お前の姉ちゃんが？どんどん広がってるってこれ。じゃあ先帰っとるで。ほなんな。おー、後でな。マジ？はぁ、俺にもあんなお姉ちゃん欲しいよ。一人っ子は辛いな。動かせるわけじゃないな。あ。え？あ、でもね、妙にスッキリくるな。そうだよね。なんか、すべてが不透明だったというか。でもまだあるらしいんだよな。じゃあ、完全に、認知した上で断ったら、どうなってしまうのかっていうね。カットで行きましょうか。いや、でもちゃんと、説明文読んどいてよかったな。これ ESC キー使って戻るって選択肢があるって聞いたんだよ。で、戻るなんて、あんのかなって思ったんだけど。まあ、これで戻れんのかな。戻れたー。どうこれ、まだ引き返せるこれ。ふん。勝手にしろ、バーク。うざいガキやな。ガキ言っちゃったけど、もう、ガキの喋りです。あとでやっても遅いからな、ブーか。逃走エンドですか？お？動かせるよ、これ。どうしたんだろう。半泣きで走って行っちゃったけど、これ、友達の姉ちゃんってことかい。なるほどね。ならわかりますわ。誰も僕来るの姉とは言ってないもんね。あれ？え？鏡？私がいる？おーす、あ、そういう。何あれ？だいぶ痙攣してますけどね、これ。こちら、大丈夫ですかね？おー。あ、ちょっと怖い、この音。ええー、あ、マジか。え？友達の姉ちゃんっていう認識は合ってんのかな？あ、じゃああれだね。多分これあれやね。なんかそういう、なんていうのかな。そういう怖い話あるよね。その、実際の、この僕くんの姉なんてそんなのいないんだよな。いるのは僕と、友達と友達の姉だけなんだけど、そこに異変というか怪異というかね、その存在が混ざったことによって、なんかちょっとおかしくなっちゃったみたいな。それさえいなければ平和な日常だったみたいな感じだと思うんだよな。はい。という感じで、それだけというゲームでした。なんかこのあれだね、なんかその小説とかにある短編ホラー集みたいな、その一本みたいな、なんかそういう感じの、サクッと感じてる、恐怖みたいな感じだな。絵の怖さというよりかはそのなんかね、設定というか、プチどんでん返しみたいな、なかなかシンプルだけど楽しいよ。主人公がなんかおかしいと思ったんだよ、僕くんね。はい。ということで、まあ、それだけという、うつホラーゲームでした。このゲームの概要欄、リンクに貼っておきますので、これね、友達とかに、まあ、友達とかを家に呼んで、この15分ぐらいでサクッと終わるゲーム、ちょっとやらすために、お前呼んだからさ、みたいな。え、お前、それ、お前、そんな15分だけのために俺を呼んだのかよ。うん。それだけ。なんて言ったりして。はい。すいません。ちょっとどうしてもそれだけが言いたかっただけです。はい。すいません。じゃあ、おやすみなさい。さよなら。